はい、皆さん、こんばんは。和道です。トレーニングから帰ってきました。お疲れ様です。もうヘトヘトです。ご飯食って寝ようと思います。よろしくお願いします。辛い。つい。非常にきついよ。あれ？なんだ？それだ。ただいまでーす。ご飯食べよ。疲れた。ヘッドヘッドです、僕は。拳が痛いですよ。拳真っ赤でしょ。痛い。拳ができてない。ボクサーみたいに拳になるのにはまだまだかかりそうです。今日のご飯はとんかつ弁当大盛りとカキフライです。もういくら食ってももう無尽蔵に腹が減るのでがっつり食います。がっつり食ってがっつり鍛えます。なんかね、普段の倍以上ご飯食べてるのにね、倍食べてるのに痩せてるっていうね、今まで一体どんな生活してたんだって思いますよ、本当に。今までの俺の生活は一体何だったんだっていうね。いかに運動不足か分かりますよね。ヘトヘトですよ。あと僕は大人になったんで少しからしが食べれるようになりました。とんかつにからしをかけます。お疲れ、解放。お疲れ様。あれ、とんかつソース。ああ、とんかつソースこっちだったか、間違えた。いやー、マジで大変ですよ、本当に。大変ちゃんですよ。サンドバッグ叩くのがうまくいかないんだよね、なかなか。サンドバッグ叩くのがすげえ難しい。いただきまーす。ジュース。もう T シャツ絞れるほど汗かいてきたよ。で、これは便所さんから教わったんだけど、本当はフレッシュなビタミン取った方がいいんだけど、100%オレンジジュースでもいいから、これ飲むと疲れが取れるからっていうことで。プロテインはお金かかるので、サプリメントとプロテインはやらないです。貧乏なんで、原田さん。さやちゃん、おはよう。おはようじゃない、お疲れ。なんか久々だね。サプリメント何系がいいんだろう。プロテインは取らないっすね、僕。なんか、お金がかかるので。体はね、昨日が、一昨日初めてジムに行ってきたんだけど、2時間やってきて、次の日30時間寝て動けなかったぐらい。で、今日入念に1時間ぐらいストレッチして、体が動いて、今は温まってるから、体が動けるようになりました。20日にサンドバッグとミット打ち。それが左フックが下手で、右フックがパーンっていくんですけど、左フックがね、もう基礎的ですね。もうピーカブーとか言ってる場合じゃない。左フックが打てない。ペチョッペチョッってなる。
BCAA ってのがいい。高いっすか？うんめー、オレンジジュース。いただきます。リスナーさん、すいません。いただきます。ね。リスナーさんの花火で飯を食わせていただいてるので、リスナーさんは神様です。うまっ！うめえ！あ、じゃあご飯かぶま。ご飯をたくさん食べます。やっぱプロ格闘家はサプリとかプロテインとか食べ物まで気を使うんだな。なんかやだな、なんか便所さんがしごいてくれって言ってた。うん、僕原田さんが思ってるより運動神経ないっすよ。アメリカ人がこなしてたメニュー僕できなかったっすもん。うまい。いやもう腹減りまくってるのよ。本当に T シャツ絞れるぐらい運動してるの。もうご飯食べても食べても腹が減るの。ごめんね。なんかね、ピーカブーとかね、カッコつけてる場合じゃね。もうひたすら体鍛えて、ひたすら基礎的なコンビネーション打てるようになるところから始めないとダメだ。ピーカブーがどうとか言ってる場合じゃない。マジで基礎ができてない。ウィービング、ダッキングしてウィービングして、左ボディが打てないんだもん。左ボディ打てなかったらもう絶望的だよ。ね、ないでしょ。ないでしょ。やばぞ。ないないない。絶対ありえないよ、そんな。誰から聞いたのそれ。考えられないね。運動神経悪い方が強いなんてありえない。絶対ない。殺し合いやります？殴り合いで。運動神経悪い方が勝つとは思えない。なんか運動神経を上回るスタミナであったり根性であったり気合っていうのはあると思うけど、同じ状態で運動神経が有利であればあるほど絶対有利だと思うよ。ツイッターいいねありがとう。まあツイッターいいねありがとう。いやでもね、前回の俺が甘かった。ジムに通わなかったのは全然ダメ。やっぱプロボクサーとかが教えてくれるじゃないですか、元。変な話だけど、その辰彦とかドレさんよりうまいの、やっぱり。ポスター素敵だった。あどつ間違えた。なんかパンチが鬼のように速いし、ミット打ちも聞いたことがない音がするのよ。なんだろう、パンパンパンドみたいな、パンパンパンドパンパンパンドパンパンパンドみたいな、なんかすげえリズミカルで手の動きが見えないの、本当に速すぎて。もう現役退いてる方なのに
タンタンタンボンみたいな。伸びしろがあるから反動で急激に伸びるらしい。あー、成長度合いみたいな。うん、なるほど。あ、そういうのはあるのかな、どうなのかな。それはなんか努力した人間で結果を出した人間しか語れないかな。俺が語ることじゃねえな、俺は負けてっから。うん、うまっ。なるほど、それはちょっとわかるかもしれないけど、俺に当てはまるかどうかっていうか、やっぱ努力でしょ。うん、なんだかんだ毎日道場行って毎日歯食いしばって練習して、で頑張って頑張ってる人が強いんだよ。ドレさんの言ってた通りだよ。これカキフライ、いくら食ってももう腹が減って腹が減って起きちゃうの。だからもう鬼のように食うで、不思議なんだけど混ぜると痩せてくの。びっくりした、体重計乗ったら今日痩せてた。体って不思議だよ、ご飯うまっ、飯が100倍ぐらいうまい、うん、なんか味覚が冴え渡ってる。うん、ご飯うまっ、うん、あ、これ和道ステッカー、本当に嘘みたいに頑張って汗かいてるよ、ぐーたらの俺が。びっちゃびちゃになってるもん汗。運動神経いいんだよ、ヤバゾー。あー、運動神経いいのに。いや、運動しないとダメだよ、もうパソコン張り付いてたら。なんつーかさ、俺さ、そのいや、男にはやらないといけない時があるけど、そのなんかね、そのなんかやるときは絶対必要なんだけど、なんかバランスってすげえ大事で、なんかそのなんだろうな、なんか金だけじゃん、金もまあ最高に重要だけど、でもなんか仲間とか飯がうめえとか空が綺麗とかってすげえ大事な気がすんので、多分ヤバゾーはなんか自分の目標が高くて、多分すげえストイックに何かに向かって走ってるんだけど、そのそれで体壊しちゃったらさ、人生なくなっちゃうじゃん。だからさ、なんかさ、こうなんだろう、目標も達成してほしいけど、まあどうなんだろう、難しいよなそこ。うん、なんか狂ったようにやっ、なんかね、そのなんだろう、難しいんだよな、その成果を下げることになる、難しいなこれは。俺は狂ったように働いた時期もあったんだけど、やっぱメンタルも体も壊したしダメになったな、なんかいろいろ。まあ俺が弱かったんだろう、わかんねえわ。
人様に何か言えるほど結果出していねえわ、うん、ごめんヤバゾ忘れて、うん、ごめんヤバゾに何か言えるほど結果出していねえわ。自分のこと自分のこと、まあいいや、ヤバゾウが健康で幸せなのを願うよ俺は。ヤバゾウだけじゃなくてみんなのね、みんなね、うん、やっぱでっかいことをやるっつうのは、でっかい目標を追いかけるっていうのはやっぱ狂ってないといけないんだよね。やっぱ吉田さんも金梅さんもね、医者に死ぬぞって言われても酒飲んでるもんな。だから本物なんだろうね、うんうんうん、いや武器でしょ、武器でしょ。俺がとやかく言うことじゃなかったわ、ごめん、うん。マージャン大好きだよ俺。ただね、彼をね、マージャン超やりたいんだけど、もう、うん、朝までバカみたいにタバコ吸いながらさ、焼きそば食いながらやりたいけど、やりたいんだけど、それこそもう本当に今食ってくのに必死なの。マジで寝ちゃったじゃん30時間で。これで俺グローブ買うとか、その生活するとかもうカツカツなんだよ今本当に。全然稼げなくて。で、ましてや、その、長時間やるのが最低限のルールだと思ってんの、俺は。本当は効率悪いからダメなんだけど、パッとやってパッと稼がないといけないんだけど、それでも、その、多くのリスナーさんと出会う機会を増やして、楽しんでもらう機会を増やすためにさ、やってんのに30時間も寝ちゃったのよ。辛いよ。うん。収入削らないといけないし、まあそれくらい全力でやったのかもしれないけど、そんなんね、配信回ってなかったら誰も知らないことだし、マジで本当にやべえなとか思うもん。ほんと毎日のプレッシャーで、ほんとなんか、もう配信者なんか絶対やるべきじゃない、本当に。絶対やるべきじゃない。誰にも勧めねえわ。配信者は絶対になるべきじゃないよ、みんな。子供が配信者になるとか YouTuber になるって言ったら引っ叩いて引きずり回した方がいいよ。やめとけって。うん。なんか麻雀やる時間ないわ。超やりたいけど。捨て頃終わったらやろうよ、ロット。捨て頃終わったら一回一段落するから。いや、捨て頃ってほんと、過酷だよな。とんでもねえもん作ったよな、便所さんは。うん。ゆっくりやろうなんか笑いながらさ、バカみたいな話とかさ、もう配信回さないで。なんかもうボケーっと麻雀打って、ロンとかバカ面こいて、ああ、上がりだわとか、そういう感じがいい。うわぁ、振り込んだわ。もうバカになりたい。本当に。バカになる時間が欲しい。ごちそうさまです。ありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。あ、LINE 今返しましたよ。LINE 返信しましたよ。あの、放送中であったら、あの、トツは、あの、YouTube とか放送に残して、後で動画削除してくださいっていうのはスタッフさんがいるんで絶対できないんですけど、放送中であればリスナーさんでも配信者でも、あの、トツ断らないでやるっていう感じでやってるので、もしよかったら、その、後で動画消してくださいとか、あの、あとで、ノークレーム、ノーリターンでお願いできるのは、いつでもかけてきてください。健康無視、付き合い無視、昼より関係なし、気が触れるぐらいストイックにやる癖がある。才能だな、それは。ありがとう。ハートありがとう。編集が来ないな。マガありがとう。風船もありがとう。解放ありがとうね。相談があるらしい。相談内容聞いてないんだけど、突かかってきますか。かめちゃうか。あ、もしもし、こんばんは。こんばんは、ワドです。こんばんは、デコポンです。久しぶりです。あ、よろしくお願いします。デコポンさん、ごめんなさい。僕、あの、すげえアホで、はい、デコポンさん、どんな絡みしましたっけ、前回。あの、うん、うん、ちょっと待ってください。はい、申し訳ないです。本当に失礼な無礼者で。え、切れた。嘘。え、絡み忘れたらダメだったのかな、やっぱり。あ、かかってきた、うん、あ、もしも、もしもし、もしもし、すみません、電波悪くて打っちゃいました。あ、いい、はい、はい、あの、前回あの、はい、なんだっけ、あのホームレスの人の件でっていうので。あー、思い出した。はい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 、はい、協力してくださるって言った女性配信者の、はいはい、そう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 です、そうです、体重何キロでしたっけ。130ぐらいあります。あー、思い出しました。完璧に思い出しました。思い出した。はい、ありがとうございます。あの、うん、まあちょっと、とあるちょっと私、まあ多分和道さんも知ってるかと思うんですけど。な、何をですか。私がちょっと今起こしちゃってる事件の件に関して。申し訳ないです、全くわからないんで説明お願いします。 あの、はい、まあ友人が、20年以来の友人が、は
いるんですね。で、ちょっと病院で入院してて、その最中に、ちょっとお金を下ろしてきてって言われて、で、教えてもらって、暗証番号を、暗証番号を教えてもらった？ちょっとお金を下ろしてきてって言われて、知り合いに、友人に、友人に、病院に、行ってる、そう入そう、院してる入友院してる時に、人。入院してる時？ん？その入院友し人はて入、て、その時に、ちょっと下ろしてきてっていうふうに頼まれて、で、暗証番号もちょっと教えてもらって、で、それでお金を、その子に頼まれたお金分プラス、ちょっとお金を取ったって、なんですか？ちょっと待ってくそださい。の友全然状達況がわの、かんないんですけど、友達に銀行のキャッシュカードを渡されて、下ろしてきたってことですか？下ろしてきてって言われまして、で、その後、ちょっと私も、ちょっと支払い、生活がっていうことで、ちょっと友達のお金を、取っちゃったっていうのもあって、で、あと、クレジットカードもちょっとあって、友達の、預かってたってで、ことそですれか？は、友達が入院してね、ちょっと体調悪いから寝てるって、とりあえずお金を下ろしに来てって言われた後に、寝てたんですね。で、それで、しまっとこうと思って、お財布にしまった時にクレジットカードがあったから、ちょっと、それで、ちょっと暗証番号を、適当に、入力して、で、それでちょっとヒットしちゃって、で、そこで、ちょっと、ふわっちでの相手も課金しちゃって、で、その分は、とりあえず、今、いろいろあるから、いろいろある。詳しい裁判中なんで、その件に関しては、ちょっと今、お話しできないんですけど、その件で今裁判が行われてるってことですか？一応もう明日から最終判決なんですけど、で、とりあえず120万ぐらいちょっと使ったんです取っか？ちゃったんで、そのお金は一応親に立て替えてもらって返したんですね。で、一応私も悪かったっていうことで、一応出頭みたいな感じで行って、被害届出すって、その友人の旦那さんも怒ってて、それそうですね。で、行って、とりあえず、明日が決まるんですけど、そこは今言えないから 何も言えないんですけど、ただ、その友人と、裁判ってなんで言えないですか？ちょっと言えないっていうのがよくわかんないんですけど。明日の、裁判のあれで、喋っちゃ、公言しちゃいけないっていうふうに言われてて、守秘義務があるんですか？弁弁護護士。士さんに言われてるんですか？詳しい事件の内容は、今は、でも全部言っ今ちゃダ喋っちゃメ。ったじゃないですか。その分は、もう知ってるから、いいんですよ。だけど、裁判中の件に関しては言っちゃダメっていう。もまあ不利になう、りま一すからね。切、そう、もう今はダメですっていう。たとえ配信しようが、例えばいろん、配信他費用。の人にそういう相談内容とかしても、言っちゃダメっていう。今はそういう、詳しいことは言えませんっていうことにしときなさいって言われてるんですね。弁護士さんにですよね。わで、かりました。とにかく友達、その友人に、と、もうとにかく仲直りしたいっていうふうに、もう思ってて、で、何回も謝りに行っても、追い返される状態だったんでね。で、とにかく謝罪しようと、一生懸命私も、やっぱ、申し訳ないっていう気持ちもあったから、本人に謝罪しに、行ったんですね。だけど、やっぱ、何回ぐらい行ったんですか？
もう結構行ってますね。ほうほうほう。何回ぐらいですうん、か？だけ結ど、構っていうのは。まあ10回、10だけ回以ど、上。そのうん。分です。とりあえず、弁護士さんもダメ、行かないようにしなさいってまあ、言わそれれて、そう今で行ってなすいんですね。よ。うん、行はい。かない方がいいと思います。で、はい。で、とにかくその友人とは、なんていうの、もう20年以来の付き合いだし、っていうのがあって、仲直りはしたいなっていうのがあって、でもうすごい悩んでて、で、いろんな人に今、叩かれたりしてる状態で、で、私も、やっぱ、言えないから、今は、そういう、詳しい内容は、でも今裁日喋っ判て内。も裁判内容変わんないですよ、まあ、明日判決なんですけど、一応。明日。1個質問いいですか？はい。民事ですか？刑事ですか？出頭ってことは民事刑で事。す。民事。民事です、民事です。一応、まあ、最初それで、刑まあ、事とにはりあ発えず、展はしい。そうなの？はい。刑事にはまあ、発、一応、発展にはならないとは分かんないですけど、まだそこまでは、明日とりあえず最終の判決っていうことで、で、まあ、お金は返しているからっていうので、で、それが一応どうなるかっていうだけで、あと最終の、まあ、相手方さんからもう一切接見禁止まあまあ命令そうとかですね。略ある式か起ら、訴。そういうのがどう略なる式のかはまだ裁わかんないんで判すはけ略ど、式はい。簡易裁判ですか？そうじゃなくて、ちゃんまあ、とした本ちゃんの裁判。簡易、いや、普通のその、一般一般の裁的判。な、一般はのい、一民事の般裁市判。民がやる、はい、は一般市民の大きい題材的な分じゃなく、はい。いろいろと、今日の、悩みのテーマなんだけど、俺に解決してほしいのは、友達と仲まあ、直りしたいってことでもうとに OK。かく、はい、それが一番は、もう、友達と仲直りしたいっていうのが一番の悩みなんですよ。俺相ね、談なん答で。えられない部分は答えはない。くていいけど、裁判のことは別にいいんだ。でもね、このはい。問題、ちょっはと、デコポンさんには耳が痛い話になっちゃっい。ても構わない？まあ、はい。それは大丈夫で結す。構、はい。歯に物着せぬ言い方しちゃうところがあるから、ああ、それ全然大丈夫です。私も、それは、大丈はい。夫？思ったことを言うはよ、い。俺は。はい、大丈夫です。はい。大丈夫？それは全部、はい、受け止めてられるので、はい。今大体状況は分かったんだけど、はい。まず、花火とかに使っちゃったんだよね。そのクレジットまカードあ、はは。い。要はフワッはい。チだよね。で、はい。相手はそれを知ってたの？その盗んだっていうことは。それは全然知らなく相て、手は知らなかったの？後で、後で、わかったみたいな。それは自ちょっ分かと、ら話しちゃったってこと？それとも、いや、入院してる人そのが、時は、まあ気づいちゃ、ちょっと調べたとき、ちょっと、なんか必要で、っていうとき、旦那さんがちょっと、おろすっていうときに、あれっていうので、わかったみたいな。で、言われて、で、話したちょっと一ていう個気にな感るのじ。が、裁判中だからあんまり突っ込んだこと言わなくていいんだけど、答えられる範囲でね、状況が分かんないといけないから。っていうことは、被害者の方もリスナーさんだよね、それ。ふわっちの。まあ、リアルな友達で一応、リスナーっで、リてスいうナーか、さんも、来てくれて。リスナーでもあるんだよね。ふわっちの存在を知ってる人だよね、多分。OK, 分知っかってた。ます。はい。で、もう何個聞きたいのよ。で、答えられないのは、気持ち的に答えたくなくって言ってもいいし、裁判のこともあるから、俺もちょっと気をつけながら聞くけど、投げた相手は誰なの？男？女？まあ男とか女とかバラじゃあ、いバラろでんなす人ね。に投げたの。はい。なんで俺には一回も投げなで、かったのか、それが聞きたいそののよ。時はまだ和田さんのことあんまり知らなかったんで、で、最初頃だったから、まあ、
大体知ってる人とか、そういう、俺には投げなかったんだね。まあいいまだ、や、そういうのはいいんだけど、まだ、まあすいません。そういうクズ発言はそういいうんの、だけど、なんでそんなことしちゃったの？その配信者になって悪いことだっていう感覚はなかった？もう、その時は、申し訳ないなと思いながら、もうやったって、ついついっていうか、そういう、よくないんですけど、なんで投げちゃったの？その本心が聞きたいね。まあ、なんだろう。やっぱ自分も配信してるからっていう、配信するから、まあ、ちょっと売名させてもらえたらなとかいう考えでっていうのはあって、投げたっていうのもありますね。もう一回言って、配信の何？の売名っていうか、まあ、そういうでも120の万で本一花緒火投げちに、ゃったんでしょ？アイテムを。まあ、全部が全部、そのふわっちのあれじゃないんですけど、使ったのは、でも100万ぐらいでしょ？アイテムにしたら。まあ、アイテムは、まあそうですね、100万いくぐからいいでしかないょ？かぐらい。はい。でもさ、それってさ、正直な話、盗となわけですよ。泥棒なのまあ、ね。はい。そうですね。はい。完そ全れなはわ窃かります。盗なのよ。で、なんつうのかな。俺はね、ちょっとよくわからないのことがいっぱいあるから、デコポンさんとも話したこと1回しかないから、どんなそう人でなのすかよわね。かんなくてね。はで、デコポンさんが20年来の、友達がいた時に、勝手にお金を、120万とかを入院してる時だよ。人生で一番多分辛かったりとか大変な時に、友達がやっぱり使っちゃうっていうのはさ、どう感じるの？されたら。まあ、逆の立場だったらショックだっていうのはありますね、一番。いや、お金も返したんでしょ？全部。被害立て額は。替えてもらって、親が返してく親れたんでに、しょ？でも返してさ、もらそえれでも裁判をま起こすってことは、相手はどんな気持ちか考えたことある？す。まあ、よっぽどショックだっていうのがあるっていうので、よっぽどショックっていうかさ、まあ、ショックっていうのと、まあ、依頼が、まあ、頭に来たっていうのもあると思うんですけど、まあ、逆の立場だったら、私も同じようにするかなっていうふうに、信用してたのに、裏切られたっていうので、っていう。まあ、それは、でね、自分でも、裁判をするってさ、相手もありがとう。裁判をするってね、すごく、俺も裁判訴えられたことがあったりとか、刑事裁判の経験もあるからあれなんだけど、訴える方っていうのはすごいストレスがかかるのよ。で、お金もかかるんだよ。ね、デコまあ、ポンね。確かにそれは、かかりますね。で、気持ちの負担もあるのね、もちろん。で、まあ、相手もありがとう。訴えるっていうことはさ、どういうことかなんだよ。ね。で、デコポンがいくら20年来の親友だって言っても、相手も同じ気持ちなんだよ。20年まあ、間そうで付きす。合ってた人に盗まれたっていうのってどうよ。まあ、確かにそれは、なんていうの、まあ、ショックは大きいと思います。友達と、まあ、信用そう、して信た用友達できにっないてよいね。う、裏切られたっていうショックはあると思だいよます。ね。で、人の信用ってね、デコポンが、どう思ってるか、これから聞いていきたいんだけど、
まあ、すぐには信用をい取りや、戻すせぐなにいっはってていうのいうはわかか、る。すぐにまあ、はじゃないと思う。はい。もう顔も見たくないし、関わりたくないっていうことなんだと思うんだよ。裁判をする。でね、例えばそれがトラウマになって精神病になってしまったとしたら、その分も、本当はデコポンは、その損害を支払い続けないといけないわけだし、例えばそれが原因で、その友人関係が築けなくなった、PTSD になったとか、うつ病になった。って言ったら、デコポンがその病院代を払うんだよ。それは慰謝料とは別に。で、今回その損害があった部分は補填したから大丈夫っていう話ではなくて、その心理的負担を与えた部分もお金を払って初めてフラットなんだよ。だからまあ民事裁判になってるんだと思うけど、お金を払ったけど埋まってないからふざけるなって話になってるんだと思うの。多分そうだよね。慰謝料の件と刑事事件を起こすかどうかっていう話をこれから多分するんだよ。多分。で、民事で、多分今回、まあ、勝てないわけですよ。完全に。まあ確かにそれは、で、判決が出たら、刑事まで持っていけるのね。民事でもう、だってこれは有罪です、窃盗罪ですっていうふうに出たら、被害届を出したら、もう刑務所だよ。まあまあ、初犯だからどうなるかわかんないけど、被害の弁済とかしてるから、おそらく執行猶予はつくだろうけど、前科はつくよ。それ罪を犯は、したっていう自分かっ覚、てます。罪を犯したっていう自覚はあるの？私もそれでちょっと留置入ってたから分かりどれくらい入ってたの？20日勾留？20日勾留ですね。その後は何？出ていいよってなったの？とりあえず帰っていい、自宅か待機みたいな。ってことは刑事事件で起訴はされてないってこと？刑事までは行ってないですけど、とりあえず民事っていうか、不起訴個になっ人たってこと？的な。刑事では。刑事裁判までじゃなく、とりあえずその20日勾留で、とりあえず今一旦家に帰って、いうか、なってます。20日勾留っていうことは、警察は刑事で動いてるの。民事不介入って言って、警察は、刑事事件でしか動かない存在なの。だから、20日勾留があったっていうことは、窃盗罪で多分捕まってるはずの、罪名は。そうだよね？まあ、そうだよね？窃盗っていう窃か、盗、な、なんだった？罪名は。多分窃盗のはずなんだよ。窃盗ですそうだね、よね？で、窃盗で不起訴になってるか、不起訴になってないかで話が全然違うよ。刑事事件だよね、だそから。こはちょっとまだ話してる段階で、まだはっいや、きりは、話してる段階じゃないの。じゃないと20日勾留で出れないの。だからそれは刑事さんが言わないでくださいっていう内容じゃないの。デコポンさん申し訳ないけど。多分ね、そういう、正直に話してほしいんだけど、これ自分を守るために言ってない？嘘じゃないけど隠してるっていうことは。それは違います。私もちょっとそういう メンタルとかそういうのあって、ちょっとなかなかなんて言っていいか、言葉にうまく説明ができないんで、もともと。だから、バカな部分があるから、だから、詳しくって言われても、私も、なんとか、なんとかって言われたんですけど、なんていうの、難しいから、わかんなくて、OK。じゃあ、簡単に言うね。弁護士さんと話してるのは多分ね、賠償金の話ではなくて、前科がつくかつかないかとか、執行猶予がつくかつかないかっていう話をしてるはずなの。そうだよね。で、それまあ、は、そうですね。民事事件ではないんですよ。だから、俺はね、なんていうのかな、アドバイスは、全力で答えたい。猫パンさんの、悩みは取ってあげたい。だけどね、そういう小さい嘘が入ってきたりとか隠してることがあると、やっぱり信頼関係っていうのはできないから。で、おかし、やってしまったことを認めてるのは正しいと思うけど、普通は刑事民事の話なの。
で、今回刑事事件なのね。で、はい。デコポンさんね、これはズバッはい。と言うけれども、刑はい。事事件になってる話を、なんていうのかな、仲直りしたいっていうのは無理があるよ。ああ、それそうはか。ね、はい。友達としてやり直したいっていうのは、デコポンさんに言う資格はないんだよ。まあ、そうですよね。はい。言う権利があるとしたら相手側だと思うよ。なあ、はい。うん。とにかく、まあ、まあ、手紙でも書いいや、て、やめた方がいいと思う。っていうのも、接見禁や止っめ、ていうのがどういうことか分かってない。あなたはとい。関わりたくない。会わないって言ってるの。法律的に。はうん。い。そう。だから弁護士さんが止めてるはず、それは。まあ、向こうはのい。旦那そさうんでもす。全員止はめい。てるはず。うん。関わはる資い。格がないの。ズはい。バッと言うけど。デコポンさんに関わる資格がないの。で、関わろうとすること自体が犯罪なの。はい。うん。はい。うん。わかる？わかります。はい、そこはわかります。うん。はい。うん。わかる？はい、わかります。はい。うん。結論ね、今話したことが、うん、はい。友達と仲直りしたらどうしたらいいんですかっていう悩みだったでしょ。はい。もし、はい。できればっていうん、うそののアドがあっバイスが欲て、しかったわけでしょ。うん、はい。あなたどうやにったら、その資格ははない。い。はい。うん、と俺は思う。はい。うん、そ裁うで判す。所はでい。そのはい。罪を、多分、まあ、予はい。想だけれども、予想だけれはどい。も、多分、執行猶予と言われてるはず、弁護士さんに、おそらく。そうだよね。はい。はい、それうん。は、はい、言おわそれらてくます。と。はい。うん。ただ、はい。もしかしたら実刑ありますよ。初犯でしょ？うん、ちなみになんだけど、こういうこはと。い。うん。はい。そう。で、多分、執行猶予はつくと思う。うん。で、はい。前科はつく。ただ刑務所には行かないでしょう。だけど、そのスはトい。ーカーとか類似のことをやったら、プラスアルファで刑務所に行くんだよ。今回の件が1年間刑務所行ってくださいって言われたのと、ストーカーの件、接見禁止で何か手紙とか送ってたりしたら、そのストーカー被害の分もプラスアルファで刑務所行くから3年とか行くよ。まあそこまで行わかかないりかもましれた。ないけはど、い。専門的知識はないけど、そう、は2い。つ重なるからね。はい。送検はされてるのはね、今、話してもらったたぬきそばさん。うん。で、結論なんだけど、はい。罪を償うことと、裁判のはい。結果を受け入れることだけ考えるべきだと思うよ。はい。わかりました。はい。うん。俺からははい。それだけ、他にあれば答えるけど。うん。ま、今はわかる。はい。大丈夫？うはい。また何かあったらお願いします。ん。うん。うん。すいません。うはん。い。うん。あ、いいよ。うん。じゃあはい。ね。わかりました。ありがうん。とうございました。はい。失礼しまはす。い、すいません。忙しいのに失礼します。ちょっと待ってね。みんなまだ付き合うつもりある？ちょっと、バッドな話になるかもしれないけど、バッドな話でも付き合うつもりある？みんな。大丈夫？これ多分、このまま終わんない話なのね。気分悪くなるから、特に女性であったりとか、
そういう、俺も、なんだろう、あんまり、嫌なんだけど、大丈夫？実は電話してる最中、カタ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 やってたけど、被害者の方の友達と被害者の方から、言ってることが違うっていうことで、ずっと LINE が来てたの。で、俺は、これは、わからないんだけど、確定してる情報だけで言うんだけど、デコポン、要は加害者の方が、彼女に送った手紙を今、僕は受け取ってるんですよ。と言われてるもの。それが本当かどうかはわからない。デコポンさんが書いた手紙かどうかはわからないけれども、この手紙を出してきたっていうことは、多分被害者の方と私友達なんですって。で、このリスナーさんはずっと俺のリスナーさんだから信用できる人なんだよ。まあ嘘ついてもメリットがないっていう。で、この人は、こう嘘ついてるよ。ずっとメールで送り続けてきてくれたんだけど、非常に不快な内容だから、そういうのが、苦手な人は、あ、ちょっとごめんね。そういうのが苦手な人は、あ、ごめんごめん。あれしてください。ちょっとブラウザバックしてください。申し訳ないんですけど。で、これはデコポンさんが書いた手紙かどうか、僕は今の現段階ではわかりませんけれども、今、凸を上がってもらいます。とある人に。で、その前に、ちょっとこれを、が、デコポンさんが、被害者の方、お金を盗まれた方に送った手紙、要は仲直りしたいって言った手紙がこれなんだって。ちょっと待ってね。俺はね、こういうのやりたく、まあ、愚痴でもしょうがないね。ごめんね。付き合ってくれる人は付き合って。でも、あまり気分は、良くないのね。だから、そういうの苦手な人、特に女性で気分悪くなるような人がいたら嫌だから、そういう争い事とか、そういうのに巻き込まれたくない人は、ブラウザバックしてね。これは、被害者の人が、要は嘘つかれてると。私はこういう被害に遭ってるんだっていうことで、要はワド、カウンターしてくれっていうことでしょ？だから、それはもう聞いちゃって以上付き合わないといけないのが配信者の差だから、ごめんね。これがその手紙なんだって。文字読めてる？文字読めてる？俺は、だから詳細はわからないけど、で、まあ詳細はこれから聞くんだけど、名誉のことは、あれだからあれなんだけど、これがデコポンが書いたかどうかは分かってないよ。一方的な情報だから、みんなそこは熱くならないで、ワドリスナーだから、こう炎上はしないと思うんだけど、これは、被害者の方と繋がってるリスナーさん。このリスナーさんは信用できる人。で、ワド、ちょっと待ってって、この人嘘ついてるんだよと。私ずっと相談受けてて、私がこの人の友達なのって。で、こんな手紙送られてるんだよって。で、晒して大丈夫って。向こうの許可取ってるっつったら晒してほしいと。そういうこと。デコポンがお金を盗んだ相手に送った手紙、要はさっき手紙書いたりとか仲直りしたいっていうことを言ってたじゃん。その内容ってことでしょ？で、ちょっと、まあ、俺は、裁判官でもないし、生主だからあれなんだけど、もう、毒を食らわば逆まで、だし、一方的な意見っていうのは、あんまり嫌なんですよ。一方的に決めつけるの。俺は現段階で、デコポンが言った、要は悪いことをしてしまった裁判のことっていうのは、もうその資格がないよっていうところをとどめたけど、多分、被害者の方であったりとか、その近くにいるリスナーさんが言いたいことがあると思うんだよ。テディってなんだろう？カレオさんわかんない。テディってなんだろう？ちょっと、今か、凸かかってくると思うんで待ちましょう。
それで、匿名さんでお願いします。匿名さんでお願いします。もしもし。もしもし？初めてお話しするのかな、声では。そう、和凸です。わどつです。匿名さんで。はい。はい。すいません。なんか、ね、本当は声とかさらしたくないだろうし、ね、そうであすれだね。けど、まあ多分、許せなかった部分があるんだろうし、なんつうんだろう、ね、友達、被害者の友達のことを、守りたいっていうかね、本当のことを知ってもらいたいっていう気持ちがあって、こういう勇気ある凸をかけてきてくれたことは、は本当い。にありがとうございます。和で、藤さでね、ん。一個気をつけてほしいのが、職業柄でもう分かると思うんだけど、匿名さんは、俺は悲しいことに、これを YouTube に上げてしまうような生き方をしてるのね。だから、プライベートだけはそう気でをすつけね。て。わかりました。OK。じゃあ、お願いします。言いたいことバンバン言ってください。じゃあ、まず私とデコポンと被害者の名前は別にハンドルネームなんで言います。被害者の名被害前者には、あっ被害者の方に許可取ってるの？それは。その人はもうアイラとかも名前晒してるいんや、ダで、メ、ダメ。他人の枠で晒したとしてあ、も、そうなんですね。俺の枠で言ってほしくなかったっていうトラブルもあるから、そこは気をつなけるなほいどといけね。なくて、やっぱり見てる可能性もあるわけ、被害者の方が。で、俺は被害者の方にこれ以上傷ついてほしくないから、一応被害者さんでいきましょじう。他ゃあ、の被枠害で、者さんでいきましごょめんね。匿名さん、被害者さん、デコポンさんの3人ね。う。わかりました。で、もし、メールとかでさ、いや、私の名前言っていいよって、なんか LINE とか来たら、自己責任で、話してみて。わかりました。じゃあ、まず、なぜ私がデコポンさんと被害者さんと知り合ったか。一番最初に知り合ったのはふわっちで知り合いました。その時はデコポンさんが初めて配信されてたんですね。で、その配信している時に姿は出さないけれど、その被害者の親友さんが、まあ、デコポンさんと一緒に配信されてたんです。被た害だ、デコ者ポンのさんは親姿を見せているけれど、ご、ごめん被ね、ご害めん者ね、ごさめんんね、は、ごめんね、ごめんね。多分ね、俺が今、ハテナマーク出ちゃったから、多分リスナーさんにも伝わってない人がいると思うから確認するけど、登場人物って複雑だから、新しい人が出たの？今、登場人物。被害者さんと、とデコポンさんと私の関係ですね。なるほど。3人ってことね。じゃあね、そうで名す。前統一しようね。デコポン、匿名さん、今話してる匿名さんね。被害者さんね。OK。で、デコポンさんの枠に誰が出たの？デコポンさんと被害者さんはリアル友達なんです。リアルそう、友達で20年のね。20年間の付き合いがある友達で、デコポンさんが配信を始めることで、匿名さんは、まあ、いわば匿名さんの家で配信とかしてたんですね。要はあなたの家ですよね。私で、匿名が私か。じゃあ、どういうこと？被害者さんの家で、デコポンさんが配信をされてたんですね。なるほど。被害者の家で、デコポンが配信をしてた。なるそうほでど。す。OK でで、す。被害者さんは姿を見せるのが嫌なので、姿を配信で見せることはなかったんですね。声は乗ってたって感じかな。そうです、そうでわす。かりました。で、私と、まあ、それ以外にも5人ぐらい仲のいいリスナーがいるんですけれど、まあみんなで仮想枠だったので、デコポンと被害者さんとリスナーで仲良く配信を楽しんでたんです。要はみんなでうちわで楽しむ枠だよね。要はそうです、そうです。仲が近い関係というかね。そうなんオッでケーオッす。ケー、わかった。で、そんな中でデコポンさんは生活が苦しいんで、被害者さんが、まあ、ご飯を食べさせてあげたり、まあ、言えば、身の回りのこととかを世話してあげたり、家族ぐるみで、まあ、大切にデコポンさんのことをしてたんですね。なるほど。要は、デコポンさんのことを、ご飯食べたりとか、支援じゃないけど、家族ぐるみで、和気あいあいと、友達付き合いと、あと、
ね、ご飯食べたりとかをしてたと。ほう、なるほど。そして、うん、そういうふうにして、まあ、何ヶ月か仲良く過ごしていきました。うん、何ヶ月ぐらいの実際。そうですね、2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月ぐらいか。うん、OK。うん。で、仲良くしていきました。うん、じゃあ、ある日、うん、その、被害者さん。はい。被害者さんが、子宮がんになられたんですね。うん、それが、まあ、なられたっていうか、子宮がんが発覚したんです。なってしまったんだね。うん、そうですね、うん。検査行ったら子宮がんだったっていうことで、うんうん、仲のいいリスナー、デコポン、うん、そして被害者さんたちと入院になるけど頑張ろうみたいな感じで、うんうん、まあなんていうんですかね、もう配信を超えて励ましてたんだ、まあ、治ればいいね、うん、なんていう話をしてました。 OK、 一個質問その時点で、はい、はい、それをカミングアウトしたのは、被害者さんなのかデコポンさんなの、じゃ あの自分から話してたのね。被害者さんそうです、仲がいいのもあったから、みんなで応援しよう枠みたいな感じで。っていうことは、あれなんだね、さら、はい、されたとかじゃなくて、その時点では、もう声でバンバン参加はしてたんだ。要は配信者のパートナーみたいな感じで、声で参加、要はのんちゃんみたいなもんでしょ、うちのところでいうとこ。顔はあんま出さないけど、なんか声でたまに来るみたいな。で、ね、でどっちかというと、そうそう、のんちゃんみたいな感じでコメントに被害者さんがいて、うん、デコポンの配信を見てる時もあるぐらいなんです、ね。なるほど、なるほど。だんだん分かった。要はビタビタだったのね。要は配信者に最も近いリスナーみたいな感じだったのね。そうです、うん、そうです。分かった、分かった。うん、いや、そして、うん、その子宮がんが分かったという時に励ましたりして配信をしてて、うん、そしてその被害者さんは入院、まあ、検査入院というか入院されたんですね、うん、はい。で、そうこうしているとしばらくするとデコポンが一人で枠を始めたんですよ、うん、その枠の題名が謝罪っていう名前だったんですね、うん、謝罪、うん、で、そうで、私はその時はデコポンとすごく仲が良かったから、まあそうだよね。で、その枠で見た時に、うん、他の配信者さんの名前を出したらダメなのかもしれないけれど、うん、愛情の愛という字がつく有名な配信者さんがずっとコメント欄で、うん、デコポンにお前本当にそんなことをしたのかよみたいな感じで、まあ、責めたかったんですね。これはね、俺が自己責任を持つ誰？アイラです。アイラだよね、うん、アイラ以外いない、うん、アイラさんの、うん、で、うん、アイラが何て言ってたの？そのコメント欄で。アイラさんが、うん、アイラさん、もともとその被害者さんとアイラさんは、うん、まあ、仲がいいというかリスナーとファン、私といえばワドさんみたいな関係なんですね。いや、そまあ、まあ、あのね、そういうことを言うと、あのね、本当にそこがワドリスナーの悪いところで、そういうことを言うと、のんちゃんに俺がまた一週間のんちゃんがへこむ、あの、誤解を与えるでしょ。ワドさんが浮気してるとか、そういう、あのね、あの、そういう誤解を与えるような言い方をしたいで、その、なんつうの、要は、ヘビーで見てくれて、その、応援もしてて、コメントもヘビーで見てる配信者ですよ、みたいな。なんか俺が、あなたと浮気してるとかさ、そういうのを疑う。のんちゃん、のんちゃんのことを分かってないんだよ、だから、その、ワドリスナーは。あ、そうなんですね。あのね、まあ、今いいや。まあ、のんちゃん違うからね。あの、でも、本当にデリケートな、うちは。あの、ごめんね、そこごめん、ちょっとそこ、ちなみに、うん、はい、その誤解を解いとくなら、うん、その被害者さんも別にそのアイラさんと何かがあるわけじゃなくて、本当にファンとしてアイラさんにとある相談をしたんですよ、うんうん、入院のために貯めていたお金を使い込まれたと、うん、アイラに相談したのね。そうです、うんうん、そうだよね。じゃあ、いや、俺もその流れだと思ったの、うん、で、うん、どうしようと、うん、で最初は被害者さんは、うん、旦那さんにごまかしてたんですよ、うん、お前最近カードの金遣いが荒いけどどうしてるんだ、うん、どうして入院費がないんだって結構旦那さんに詰められたけれど、うん、20年来の友達やから言うたらあかんなと思ってごまかしてたんですよ、うんうん、要はかばってたんだよね。そうです、うん、そして、うん、まあ陰で、まあ、言えばデコポンに、うん、まさかと思うけど使い込んだりしてないよねって言ったら、うん、最初はデコポンは嘘をついてたんですよ。なんで嘘をついてた？私じゃないと、うんうん、私じゃない、うん、
でも、うん、そのカードの請求とか言えば、うん、入院してるはずの彼女がカードを使えるわけがないのに、うん、使われた形跡があるんですね、ふわっちの花火とかに、うんうん、でこれはおかしい、デコポンじゃないのかということで、うん、まあ旦那さんがバレ、まあ、旦那さんにバレて旦那さんが詰めたら認めたんですね、パクりましたと。あ、要は旦那さんがデコポンに、要はあなたですよねっていうことを。そうです、なるほどなるほど。そしたら入ったと。で最初は20万だっていう話やったんですよ、うん、なるほど。でも、うん、その20万だっていうことでアイラに相談をして、ちょっと話がぐちゃぐちゃですいませんね、うん、あ、いや、アイラ大丈夫だよ、俺が訂正するから。アイラに相談をして、うん、アイラがデコポンを詰めたら、うん、出るわ出るわで、いや実はこれにも使いました、うん、金映えさんにこれぐらい使いましたという、まあ、具体的な金額が割と出てきて、うん、全部調べたら総額で120万だったんですね。で、うん、その120万を盗んだっていうことでの謝罪枠だったんですけど、なるほど。その謝罪枠をするときに、うん、私は悪くないと、うん、アイラがそうやって話を大きくしてるんだ、うん、被害者に謝りたいということで、まあ、いろいろと配信をされてたんですよ、デコポンさんはね、うん、でもその彼女は入院してるし本当のことはわからないし、最初は親友だから、うん、どっちが本当なんだろう、うん、旦那は怒ってるしっていう中でいろいろと困ってたんですよ、うん、被害者さんは。ごめんね、特命さん、一旦、うん、多分リスナーさん増えてきて、今テイツさんから、うん、そのちょっと補足をしないといけないから、うん、周りくどいんだけど一回整理させてもらうね、俺の方で、うん、してください、してください、okay、ね、テイツさんね、話します。被害者さんがいます。デコポンという配信者がいます。仲がビタビタに良かったです。声で参加もしてるし、コメントもビタビタです。仮想枠だったからみんな仲良しでした。がんになってしまいました。で、近かったからそのお金下ろしてきてとか、キャッシュカードを渡してしまっていたの。被害者さんはリスナーさんでもあるし、配信者に近かったんだけど、デコポンにカードを渡していたと。でもそのカードの額が減ってるのおかしいよねって。で、入院検査とか行かないといけないのにお金がないって奥さんが、要は被害者さんが言ってるから、なんでお金ないのっていう風になったと、旦那さんから。要はカードも銀行のお金もどんどん取られてるから、最初わからないわからないって、被害者さんはうすうす多分デコポンさんが犯人だって分かってたんだけど、黙ってたと。でも旦那さんが詰めたら吐いたっていうこと。ここまでみんな OK だったら手挙げて、ここまで OK だったらみんな手挙げて、次行きます。ちょっと待ってね、匿名さん。はい、うん、ちょっと待ってね。あのね、配信って難しくてね、トークって難しいでしょ。俺は分かってるんだけど、みんなが分かるまでこう分かりやすく落とし込まないといけないから、あの OK、 みんなよく分かった。うん、 OK、 じゃあ次行きましょう。はい、なんでカードを渡すのかっていうのはすごく、そうですね、あの仲が良かったからです。はい、それでそこのカードを渡すのかっていうところが、うんうん、そのもともとその被害者さんとデコポンさんは配信する前からの20年来の友達で、それは本当なのね、ずっと、それ本当なんです。本当に家族ぐるみで、うん、その被害者さんのお母さんが、うん、そのデコポンのために毛糸で帽子を編んであげたりっていうぐらい本当によくしてもらってたんです、うん、デコポンは。で、そんな時に体調が悪かったりする時に、スーパー行く時に、うん、あ、これで買ってきてとか言って頼むこととかもあったんですね。はい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 。で、その時の番号とかを覚えてて、しかもカードを盗んだのはカードを貸してるんじゃないんですよ。そうだよね、カードは盗んだって本人言ってるからね。そうなんです。デコポンが言ってた。やってるところを覚えて売ってるんですね。要はね、あの、シロさんがなんでカード渡すのっていうのは、銀行のカードを渡してお金を下ろしてこれで引っ張ってきてって、お金を下ろして何か買ってきてってお願いしてたのよ。で、さっきデコポンが言って、シロさんが多分聞いてなかったところだと思うけど、俺デコポンと話してるの、その前。で、彼女が言ったのは、入院してる時に、その財布とかからカード取る時にクレジットカードが見えたと。で、暗証番号おそらく一緒だろうっていうことで、多分キャッシングであったりとか、そのふわっちのポイントとかバンバン使ったっていうのは本人が認めてる。だから本人が盗んだの、カード渡したんじゃなくて。銀行カードは、あ、彼女がこれでお金いくら下ろしてきてって言ってるけど、クレジットカードは完全に盗んでるの。 OK ですね、次行きましょう。そうです。はい。で、それで最初はその謝罪枠をしてた時は、うん、私もその他のリスナーも、うん、まあ言えば被害者さん本人も、うん、
なんか、ほんまなん？デコポンって。嘘やって言ってっていうぐらいの気持ちやったんですよ。まあそうだよね。あ、アイラが言ってんの嘘やんなって。絶対嘘やろ、うん、そんなんしてへんやろってみんなで言ったら、うん、最初は、ごめん、匿名さん。実はやってしもてん。ごめんって言うから、わ、うん、かったよって。うん、じゃあって、もう一緒に罪償おうと。うん、でもとりあえずは、お金返さなあかんから、こんなこと配信なんかしてんとって、うん、まずはしっかり向き合おうっていう話をみんなでしてたんですね。うんうんうん、にもかかわらず、うん、彼女は中指を立てながら、アイラを煽る配信始め出したんです。うん、かかってこいや、と、うんうん。で、なんか、文句があるやつは言ってこいって、アンチは来いみたいな感じです。ものすごく炎上芸をやり出したんです。うん、炎上したの実際。俺知らなかったんだけど、本人はほら。炎上してます、炎上してます。だから、多分どれくらい閲覧いったの？そのアイラと、その、デコポンの話は。ここ最近の話なの？そうですね。多分、カッソカソでほんまに10人とかなのに、うんうん、その時多分、最高ピークの時は、うん200とかいったんじゃないですかね。なるほど。まあ200あん、まあそうだね。まあだから炎上ゲーム、わかるわかる。だし、その、要は、まあ俺は知らなかったんだけど、それいつぐらいの話なの？その炎上したっていうのは。それは、うん、12月の頭ぐらいじゃないかな。あ、じゃあもう1ヶ月ぐらい引っ張ってる話題なんだ、これは。もうだいぶんですよ。だって、彼女が交流されてるのがクリスマスの前やからね。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあその間で動いたんだね、アイラが。そうです。それで、うん、最初はそれでも、うん、まあみんなは信用してもうやめときって言った時に、うんうん、その被害者に謝りに行くって言ったんですよ、うんうん、本人が、うん、だけど旦那さんとかはもう許してない状態やし、そりゃそうだ。そしてその本人、その被害者さん、うん、被害者さんも手術をする予定とかが入ってたんですね、うん。だからとりあえずは謝るのは落ち着いてからでいいから、うん、とりあえずこんな配信をするのはやめろってみんな言ったんですよ、周りは。そうだ。もうこれ以上ネタにするのはやめろって、こんなんで閲覧取っても仕方がないからやめろって言ったけど、うん、一切聞かずにやめなかったんですよ、彼女は、うん。でむしろそれどころか、うん、いろんなところに煽りに行ったり、うん、タイトルに大御所の名前を書いたり、うん、そのうん、アイラかかってこいとかも本当にその名前を書いて煽ったりしてたんですね、うんうん。で、ま、もうひどい時なんか3時とかまで付き合ってっていう言い方は私は上からで失礼なのかもしれないけれど、うん、本当に向き合ったつもりでクリスマスまで何度も言ったんですよ、うん、被害者のことを考えてこんなことをするべきじゃない、うん、っていうことを散々言ったけど、うん、配信することが償いやと、なんか訳のわからんことを言い出して、うん、それで被害者が内緒にしていることとかもいっぱい暴露しだしたんですよ。例えばそれはちょっと言えないです。ん、配信者が内緒にしていること、あ、配信者、あ、配信、被害者が内緒にしていることを、あ、それは言っちゃダメ、それはダメ、暴露したりとか、うん、個人的な情報ってことね、うん、そうです、うん。で、そんなこと言うたらあかんって、うん、いいねん、どうせ私はもう終わりやとか、みんなで地球がなくなればいいとか言って、なんか暴露大会みたいなのをしだしたんですよ、うんうん。で、うん、もうそんなんやったらいい、もうあんたとは付き合わへんって、1人リスナーが消え、2人リスナーが消え、3人リスナーが消えって、そうこうしていたけれど、うん、その中で、うん、仲のいい人が数名残ってるんですね。今でも？今でも残ってます。なるほど。で、その数名が残ってて、うん、それでも、まあみんなでそんな言うことじゃないとか、うん、最後の方まで諭してたんですけど、うん、結局、うん、その、私は悪くない、うん。私は被害者や。アイラにこうやっていじめられてる。うん、集団いじめや。っていう、今度は方向性が全然違う配信をしだして、うん、被害者は謝っているのに許しもしないということで、うん、今日和道さんに相談しに行ったみたいに、うん、それ和道さんだけじゃないんですよ。便所さんのとこにも行ってるし、うん、アメリカ人のところにも行ってるし、うん、もう大手と名の付くところには何も知らない配信者、うん、カリナさんのとこに行ってみたり、うん、全部にそのありもしない被害者さんのことで許してくれない人がいるんです。うん、こうこうこうなんですっていう嘘の話をいっぱいしてやっていって、うんうん、そして裏でそのさっき見せた手紙ありますよね。うん、今みんな見てるよ。で、その手紙、クリスマスの日に、うん、
子宮癌で子宮を取る、その親友に届いた手紙なんですね。クリスマスにデコポンが被害者さん、要はお金盗んだ相手に送った手紙なのね。そうです。で、その時に。この手紙をなんでこんなことを送ったのかっていうようなディティールの話っていうのは聞けるのかな。その、デコポンがなんて言ってたのか、被害者さんは、そう、なんて言ってたのかとかさ。なんでこんな内容、俺は考えられない内容だっていうのはもちろん分かってるんだけど、だから、その、気分悪くなるからさ、ブラウザバックしてねって言ったんだけど、ちょっと、とてもじゃないけどさ、そうですよね。うん、で、その彼女はみんなの前で、大手さんの配信者の前では、謝ろうとしてても許してくれない。彼女に許してほしい。そして、自分の枠を開くたんびに知らないリスナーさんって来るじゃないですか。何も知らないリスナーさんに、ひどいよねとか言ったら、リスナーさんも何も知らないから、デコポンの味方をするんですよ。もちろん。そんなの友達じゃないよね、謝ってるのに聞かないんだったら友達なんかやめちゃえばいいよっていうコメント、うん、なんていうのかな。自分を肯定してくれるコメントだけね、うん、を信用して配信をしだしたんですね。うんうん、で、結局、うん、デコポンの頭の中でクリスマス前には、うん、許さない私、許さない被害者、そして許さない昔の言えばデコポンの囲いももう敵なんですね、その段階で。まあ、そりゃそうだ、うん。で、一番憎いのは被害者。被害者が一番憎い、こんなに謝ってあげてるのに聞かない、私がこんなに謝ってあげてるのにあいつは聞かないって放送してるぐらいやから、謝ってあげてるのに聞かない被害者が一番腹立つっていうことでその手紙を送ったんですよ。で、子宮の手術をする、まあ被害者さん結婚されてて、お子さんとか欲しいけれど子宮にその病気が見つかったことで子供諦めはるわけじゃないですか。そうだね。だから子供も産めないような子宮だったら取ったらいいよねっていう手紙を送って、私は子宮があるからまだ女だよねっていう、その内容の手紙を、被害者さんはお金も取られて20年来の親友やと思ってかばってきて、それも失って、そしてご主人様には、ご主人さんとかには、だから俺は言ってたやろって言われ、そして入院代も払えなくなり、うん、そしてこれはどうなのかわからないけど、それが引き金かどうかわからないけど、うん、結局それで体調崩されて予定していた手術というか治療を受けられなくて、うん、今放射線治療で治療を延ばしてはるぐらい体調崩されてるんですね、被害者さん。まあ、そりゃそうだよ。それなのにもかかわらず今日、そのごめんなさい、感情的になって、いいよ、和道さんの放送とか見て、ふざけるなと、何が謝ろうやねんっていう、うん、いやいや本当にそうだよ。で、私がその放送に出たくないって最初言ったじゃないですか、うん、和道さん。それはそうだよ。だから言ったじゃん、その、うん、リスクがあることだから、そうです、その、うん、俺はリスナーさん守りたいけど、その勇気出して匿名さんはこうやって声を出してくれたわけでしょ。いやだからありがとうって。そうなんです、うんうん、嘘じゃない。それは誰だってさ、質問されたら、うん、そのこれはどういうことなんていうことを、むしろ質問してくれたら知ってる範囲なら答えますって感じかな、話すの下手なんで。もう一回言って。あの和道さんが私に、うん、これってどういうことなん、どうなったのって質問形式の方が知ってることを答えやすいです。いっぱいありすぎて、いや、もういっぱい答えて、いや、もう分かりやすいよ、大丈夫。あの、もう思ってる、もう怒りとか全部言いたいことは全部置いてって、ここに。あの、もし説明が必要だったら、ただただ一言で言うなら、うんうん、もう被害者さんがかわいそうとしかもう言いようがないんです、うん。どうしてそこまで苦しめなきゃいけないのか、うん、普通、私の考え方が間違ってるのかもしれないけれど、100歩譲って出来心で手をつけてしまったとしたら、うん、普通はシュンとへこむじゃないですか、うん、今ね、うん、仮釈放中っていうか、判決出るのが9日なんですよ。明日だね。もう出たのかな。いや、そうですね、明日って言ってた。ですよね、うん、なんですよ、うん、で、普通やったらその120万返すのもね、
当たり前だけどね、それは。ね、その120万返したのも自分が返してるんじゃないんですよ。親だね、母親って、ね。実家の年老いたお母さんが、泣く泣く言えばお金かき集めて、うん、すいませんって言って被害者のところに頭ね、下げて返してるんですよ。うん、そして、その娘は、もう連れて帰りますからっていうことを言って頭下げはったんですね。うん、その下げてきたときに、最初被害者さんとかもそうだけど、お母さんの背中がちっちゃいから許そうかなっていうか、もうかわいそうだなっていう気持ちにもなったんですよ。で、その日の夜に彼女がやったことっていうのが、配信で、金返したからかかってこいやっていうような放送をやったんですよ。うん、私は返したから悪くないって、文句あるやつは言いに来いっていう放送をして、うん、でもそれでもそれを何日ぐらいしたのかな、うん、5日間ぐらいやったのかな、うん、で、そのアンチコメじゃないけれど、その事情を知っている、その、うんリスナーたちは、うん、お前よくそんな配信するなっていうキラコメじゃないコメントが来たら、私が死ねばいいんやね、自殺しますとか言って自殺するという名のような配信をやって、うん、ほんでまたその次の日にはなんかいじめられるんだよ私っていう、また自分は被害者っていう放送を繰り返すんですね、うん、でもう見るに見かねて、うん、もうその被害者さんは最後までかばってたけれど、もう最後の、まあ、いや友達として20年来の友達として、うん、私がデコポンにしてあげられることっていうのは、罪は罪としてしっかりと償うっていうことが友達として最後にしてあげられることかもしれないっていう結論になったんですね。囲いもみんなそうだよ。そしてじゃあしっかり彼女が罪を償ったら、またその時はその時でしっかり謝ろうって言った時は寄り添えばいいやっていう話にまでみんななってたにもかかわらず、うん、その拘置所行くときにその手紙を送って、うん、そしてまた親がそこで、うん、その仮釈するために保証金積んで、うん、今出てきてるじゃないですか、うん、出てきてる間もずっと放送やってるんですよ。そういう煽る被害者さんを煽る、うん、まあ、言えば私も含めてそのね、言えば味方をしてるのを煽る、うん、そしてアイラさんを、うん、必要以上に嘘のことも交えて煽ってアイラの、俺はね、アイラの件に関しては、うん、これは、まあ、友人というのも変かもしれないけど、うん、あいつは大丈夫だから、長いし、大手だし。で、男気で戦ってたわけでしょ？要は、その被害者さんの、いや、恨み許せねえだろうっつって、一人で戦ってたわけでしょ？アイラは大丈夫。あいつは叩かれる、俺もアイラも、そういう職業だから、俺らは。それで飯食ってんだから、いいの。いいのいいの大丈夫。アイラと俺は1個だけね、うん、そのかばうわけではないけれど、うん、そのアイラさんに関しては別に売名で広めたかったわけでもないし、うん、炎上で閲覧欲しかったわけでもないし、うん、ただ純粋にあまりにもその手紙の内容とか、うん、だからアイラさんは全部その手紙の内容も知ってるんですよ、うんうん、だあんまりにもひどいからそれはねえだろうっていうことで、うん、いやアイラは昔からそういうとこあるよ。分かってるよ、うん、ちゃんと。だからファンがいるわけだから。そうですね、うん、で、うん、でそうこうしてて出てきて、うん、で今度は自分で枠を開くと、うん、そういう感じでもうえがげん配信なんかやってる場合じゃないとか言われるじゃないですか、うん、じゃあ配信をやめたんですよ一時。その仮釈放中に配信をしててやめて、うん、今度は何をしたかと思ったら、うん、またアイテム投げてんですよこの人。いろんなところで、ふわちでアイテム投げてるんですよ、うん、今も、うん。で、面白い配信見たら、時々アイテム投げますとか言って、コメント、その人のプロフィールにも書いてあるように、うん、何にもこの人答えてない、うん、それにもかかわらず、その病気で体調崩してて、うん、もう大変なことになってる人に、うん、なんて言えばいいんだろう、もう。うん、なんやろ、本人が聞かないからっていうことで、うん、本人が例えば今まで言っていた配信者さんのとこに、うん、わざわざコメントしに行って残すんですよ、うん、そういうことを。オッケー、ちょっと待って、ね、一旦ちょっと待ってね、はい、匿名さん。ありがとうね。ごめんね、話終わって。はい、コペ、次上がって。次、トツ上がって、うん。ごめんね、続けて、うん。はい。うん、ごめんね、話遮っちゃって。ああ、すいません。うん、で、もうなんか自分でもうなんか、どうまとめていいのかわからないけれど、うん、その煽る配信、被害者さんをバカにする配信、うん、
それが約1ヶ月ぐらい続いてるんですよ、もうん。いや、俺なんか、会ったこともないやつに4ヶ月ディスられ続けて、さらになんか、未だに言われてるぐらいだから、う。わかるねよ、気持ちは。それえ。が、配うん。信者って腹くくってるわけじゃなくて、ね、リスナーさんの立場で、友達にやられたわけだから、辛かったと思うよ、それこそ。それこそ精神参っちゃうと思うよ。で、私はまだ変な話、友達、まあ、言えばやられている子の友達やけれど、そのやっぱり病状とかって、ここでは詳しく喋れないけど、やっぱりしんどい話とか、治療のつらい話とか、周りのね、そういう話とか、つらい思いして、ものすごく悲しんでることとかを知ってるの、裏で、その笑いながら、配信をして、アイテム飛ぶたんびに、なんか変な歌歌って、で、何にも知らないキラコメたちは、デコポン悪くないよっていう、なんていうのかな、無意味な応援をして、そうだよねって言って、また被害者さんは叩かれる。なんかもうそれが見てらんなくて、私今日上がりますって言ったんですよ。今日私が上がらなかったら、多そう分だよ、そう何だによ、も知らない和そう道だよ、さんリスナーは、そうだよ。そうやって許してやりゃいいのにな、友達謝ってんだからとかね、またどっいかや、でデそうコはなポンらなかっが、たけど、そうはならなかったけど、冷静にね、あなたが悪いよって話をしたけど、でもね、匿名さんが今こうやって話してくれて、新たに伝わってることもいっぱいあるわけですよ。で、次突俺もあるよって、いろんな人からいろんな情報があって、いろいろ分かってくると思うんで、と思うのね。もちろんそそうでのすね。中には、支援って言ってね、例えばデコポンのことを個人的に憎いから嘘をつく人もいるんだよ。匿名さんがそうそうだでってす言っね。てるわけじゃなくて、そういう世界だから、そうですね。精査していかないといけないし、そのリスナーさんも考えなきゃいけないもんだと、本当はそういうもんだと思ってるんだけど、そうですね。インターネットの世界って嘘がまかり通る世界なの。美味しくて過そう激でですよね。さ、スパイスの効いた、要はディスであったりとか、演技をしてさ、作ろうことができるのも。だけどね、そうで匿す名ね。さんね、これもうすごい古い時にすごい有名な大手さんからね、聞いた言葉で忘れないでねって言って、いまだに覚えてることなんだけど、インターネットの世界では炎上もするし、嘘もまかり通ってるけど、最終的に真実が勝つっていう言葉があるの。それを教わったの。だからインターネットって嘘をつくこともきれいに見せることもできるの。だけど最後は真実が勝つのね。こうやって、要はそうですみんなね。が見てるから、嘘は最終的につけない世界の。そうですね。だからいつも自爆でも言ってるけど、イライラする配信はブロックした方がいいよとか、人の悪口は悪口を生んで過剰になっていくだけだよとかでね、精神疾患の話も俺も抱えてるからよく話すじゃん、自爆で。そうで精す神ね。疾患の人が過激になる居場所だったツール、要は変身願望があるわけよ。そうですね。そういう人たち社会で認められなかったりとか、だからスターになれるわけでしょ、ちやほや。初めて多分される人もいるわけ。人生で今までそう一です回もちね。やほやされてないのに、多くの人から好きだよとか言われたり。だから勘違いを起こしやすいツールなんだよ、そうこのツールは。だから見る人もやる側もすごく、なんて言うんだろう、実は騙されちゃダメなんだよね。騙されちゃダメっつうか、本当に見る目がないと楽しむことができなかったりするの。いや、すごく嫌な思いしたと思うんだよ、匿名さんも今回の件で。ネットが嫌いになったりとか、放送が楽しめなくなったりとかさ、寝れない日とかあるわけじゃん。イライラして、許せなくただて。もう私よりも本当に被害者がもういや、そりゃそうだよ。本当にかわい気のそ毒ですよ、本当に。う。でもそんなの頼むから謝るとか、もう会いに行くとか、もう近寄らないであげてほしい。その通本当り、にそのも通り。その通りだし、今ね、ご病気と、今、向き合って本当に頑張らないといけない時なわけじゃん。う。そうですね。本当に。だから、家族が励ましたりとか、本当は仲間とか友人たちがその病気と戦うことだけに、本当は力を使ってあげるように支えるのが仲間だと思うんだけどね。ちょっそうとですね。嫌それだ。で、しかも入院してる人にその手紙を送って何を謝る気なんだよとしかもう思えない、今更。
しかも入院で支えるって言って病院行ってカード盗んで、うん、もう何がやりたいんだろうこいつっていう、うん、でしかも一回捕まって勾留されててちょっとでも頭冷やして、うん、ごめんって被害者ってごめんねっていう気持ちがありゃいいけど、うん、出てきたイコール許されたになってるロジックも分かんないし、いや、あの許されたんじゃなくて、あの仮釈放みたいなものでね、あのさっき刑事事件だっていうことは認めたから分かるんだけど、うん、ちょっとね俺もテクニック使って誘導尋問的にやっちゃったんだけど、うん、あのもう前科はつきます、だから罪は確定する案件なのね今話してもらってる、うん、まあ本人が加害者だから本人が嘘つくわけないのよ、そのうん、だその部分に関してはそのまあ罪は負いますよ、ただその金銭的な負担とかはないから民事とか起こさないといけないのね、そうですね、うん、余計な負担をかけることになってしまうけどね、うん、で結局略式とかでその、うん、ね刑が確定してもし仮にですよ、はい、まあ、執行猶予がついたとして罰金刑になったとしても結局払うのって親じゃないですか、何にもこの人にはなんかもう罪は終わったぐらいの多分もう気持ちなんですよ、もう出てきた瞬間もちゃんと償いましたみたいなね、うん、いや罪は終わりませんよ、罪は終わりません、うん、間違いなく執行猶予つきます、そうですよね、で執行猶予が終わった段階であの罪自体は消えるっていうのがこの法律の、あの罪が消えるっていうとちょっと語弊のある言い方だから、ちょっとここは法的な話でまた揉める話だからあれなんだけど、後日詳しく話すんだけど、その、あの刑罰は受けませんよ、多分。そうでしょうね。ただ、うん、あともう一個ね、うん、私今思い出した、うん、彼女が、うん、和道さんの枠でいっぱい嘘ついてることがあって、うん、嘘をついてる、俺彼女初めてじゃないんですよこれ罪、罪そうなんですよこれ盗んでるの初めてじゃないんですよ、ほうこれあのあれなんですよ、不起訴になっただけで2回ほど窃盗で捕まってるんですよ、ねあのそうだなとは思った、で、うん、不起訴になってるのか、窃盗で捕まってる、ね、うん、うん、でしかもこの被害者さんの時に、うん、被害者さんは一緒なの？別の人の違うです、違います。別の被害で、うん、要は累犯があるってことね。累犯っていうか不起訴になってるからね、あの厳密に言うとなんだけど、あのね、ちょっと待って、ちょっと待って、あのここは気をつけないといけないところでね、はい、匿名さん、不起訴になってるっていう部分をはその警察が要は起訴ができてないっていう判断をしてるわけだから罪と認定しちゃいけないの、ここはあの気持ちはわかるけど、じゃあ多分、うん、万引きとかじゃあ罪にならないんですね、うん、いやあの罪にならないっていうよりも不起訴になったっていうのは証拠不十分で疑わしきは罰せずっていう国なのね、そういうことなんですね、そうだからそ、うん、あの損害賠償、罪じゃないかもしれないですね、まあ、そう犯罪になってないのね、悔しいかもしれないけど OK 分かった、そういうことはあったのか分かったけど、あのこんなことでさ逆に訴えられたらつまんないでしょ、そうですね、うん、だからそこはあのしっかりしないとと思ってね、うん、そうですね、うん、でそれ以外の時にこの今回の大きな120万より前に、うん、小さい軽い盗みあって、その時にごめんねごめんね被害者さんごめんねごめんねって泣きついたことで一回許してもらってる過去もあるんですよ、うん、癖になってる、でその時はできちっちゃい金額を一回やらかしてるんですよこの120万の前に、うん、でその時は本当にごめんねって言って、うん、その被害者さんは彼女がその生活保護とかで暮らしてることとかも知ってるからもう絶対やっちゃダメだよって、そこからさらなる支援をしたんですよね、うん、でそれでやっとその彼女をそういう道に歩ましたくないっていうことでほっとけないっていうことで、ちょっと待って、デコポンが生活保護を受けてるって話、そうですそうです、自分でも言ってるように、言ってるのね、それは本人の枠で言ってることなのね、で、はい、で支援をしてるの、支援をしてるの、お金を受け取ってるし、その、不発のポイントもある程度のご飯食べさせてもらったり、本当に、なんていうのかな、家族として、お正月とかも食事したり、その彼女の、その被害者さんの彼女のお母さんが、デコポンのために、毛糸で帽子編んであげたりっていうぐらい、本当に家族に大切にしてもらったんですよ、そのデコポンは。うん、
で、そういうことじゃあもうしちゃダメだよっていうことで、より一層被害者さんはデコポンさんのことを、まあ、言えばそういう道に行かないようにっていうことで、うん、結構やってはったらこんななったって言えばいいのかな、うんうん、だから裏切られたのはもう想像以上っていうか、うん、だからその嘘だよねって、デコポンそんなことしてないよねって旦那言うけどそんなことしてないよねって、うん、でそこまでかばって、最終的にその旦那さんが警察とかに言うって言った時もちょっと考えさせてって言って、最初は被害者さん言ってたんですよ、うん、でその煽り配信を見て、うん、被害者さんのことを罵ってるのを見て、うん、旦那さんに分かったって、もう旦那に任せますって言って、うん、彼女はもうそこから身を引いたっていうか、もう、うん、でもそこからが旦那さんが、うん、もうなんていうかな、しっかりと法的にっていうことで、うん、やらはった。なるほど、分かった、ありがとう、だいぶ分かったよ、匿名さん、ありがとう、うん、うん、ねえ、うん、ありがとう、うん、うん、多分伝わったと思うよ、みんなに、あのリスナーさんには。すいません、なんかもう下手くそで配信もやったことない。いやいやいや、難しいよね、勇気あると思うよ本当に。ねえ、だからありがとう本当に、うん、うん、オッケー。だからもう一個だけ言うなら、うん、被害者さんは、うん、何一つ悪くないし、許さないような冷たい人じゃないです。うん、分かった。ずっと許してきたのは一番被害者さんです、うん、この手紙は被害者さん OK って言ってるんだよね、晒して OK っていうのは。そうです、うん、OK、 分かった、大丈夫です。被害者さんにもありがとうございますって伝えてください。辛かったろうけど、こういうのはね、何百人が見てる前でね。いや、あ、でもアイラのところでもいいよって言ってるのか。うん、そうです、うん、オッケーオッケー。まあまあ、うん、アイラもなんか知らないところでね、なんかいろいろやってんだなとか思って、いろいろ勉強になったよ。そうですね、うん、ありがとう、いろいろ分かった、うん、すいません、うん、なんか下手くさいけどまとめといてください、もう最後任せて、俺はどうだから。うんうん、うん、いや、じゃあ、あとあれですよ、のんちゃんに、うん、ごめんなさいって言葉使い間違えてって、嫌な気しないでくださいって言ってたそれはそれは俺の役割だから、あの言っといてください。のんちゃんね、のちょっと弁明させて、俺今日この匿名さんと話すの今日初めてだからね、通話ね。ああ、のんちゃん、そうそう、初めてです、喋ったことないです会ったこともないからね、わかんない。のんちゃんは今頃多分車で和道さんが浮気してるっつって、ノコギリを積んだ車でこうブーンっつって、多分今後会うこともないと思うので大丈夫です、はい、いやいや、そんなそんな、ありがとうございます本当に。はい、はい、じゃあありがとうございます、はい、じゃあお願いします。はい、失礼します。はい、うん、なるほど、うん、うん、ちょっとあれだね、コッペいる？コッペ電話かけてきて、なんかコッペもなんかあるっていうから。だからありがとうございます、アイテムありがとうございます。もう捨て頃でトレーニング2時間半やってきてヘトヘトなんで、僕から皆さんに言いたいこと、伝えたいことは一つだけです。アイテムください。次行きます。 LINE の名前何でしたっけ、お前ふざけんなよ本当に。ね、我が道だよ、我が道、我が道で和道だよ、うん、よいしょ、アイテムお願いします。あ、バガありがとうございます、すいません、小好きです、癒やしい癒やしい小好きです、はい、もしもし、もしもし、一個だけいい、ちょっと待って、一個だけいい、はい、お前配信何年目？5年目です。あ、そっか、いいよ続けて和道さんがどんぐらいなんかデコポン知ってるかわかんないですけど、うん、僕和道さんのなんかさっきのあの変な手紙あったじゃないですか、それでなんか俺パッとくることがあって。和道さんの変な手紙って何？ごめんなさい、和道さんの放送のまあそのタイトル画面の手紙あったじゃないですか、まあ放送画面の、うん、お前配信何年目？お前配信何年目？5年目なんですけど、そういうので来たわけじゃないですよ僕。いや違う違う、そうじゃなくて、何年目？5年目です。うん、雑談っていうかトーク下手すぎね。何、手紙が何？いやだからなんかその、うん、さっきの手紙なんかその配信のキャプチャーで映してたじゃないですか。はいはいはい。でそれで俺一瞬でデコポンのことだって分かったんですよ、うん、なんでかって僕その被害者とつながっ
ってるんですよね。なるほど、なるほど。お金を奪われたっていう被害者。要は相談が来たってことね。まあ、そうですね。まあ、僕のリスナーさんでも、まあ、一応あるんで。お前、リスナー全然いないの。で、まあ、なんだろう。それで、デコポンの悪行を暴いてるんだったら、うん、まあ、俺もなんか協力しようかなと思って、あの、電話入れたんですよ。うん。うんうん、ダメだ、つまんねえわ。うん。ダメだ。ダメだ。多分、何の進展もなくて、俺すげえアピールで終わるわ、これ、絶対。うん、嫌な予感しかしない。絶対何の新情報も何も出てこなくて、要は俺のリスナーさんだったんすよ、俺すごいっしょみたいな話でしょこれは、うん、これ以上169人が見てる前でその彼のコッペという名前を落とすことは俺はできない。俺の先輩だから、配信歴は、うん、俺の先輩だから、ちょっと先輩がこんなになんか169人の前で集体を晒すようなことは俺はさせられないわ。なんだよ、めんどくせえな。なんだよ、でしゃばり。一つやらせてもらっていいですか。何年目、何年目、何年目。あ、5年目なんですけど、うん、そういうことじゃなくて、うん、まあだからなんか要は自分すごいアピールがしたくて、あのこのトツ上がったんかなみたいな感じで和田さん言ってたじゃないですか。まあ全然違くて、うん、デコポンさんって、うん、あの120万友人から騙し取ったって言ってるじゃないですか、うん、でそのお金で、あのそのお金を何に使ってたっていうの和田さん分かりますか。花火。あのそれ僕にも投げてたんですよ、うん。何、じゃあやっぱり俺すげえアピールでしょ。だから結論そうなったじゃん。違うって言ってるじゃないですか。いいよ、続けて。だから僕もそういうのに、まあだから要はちょっとした関与っていうか、まあされてるから、まあちょっとした情報になればいいかなって思って電話かけたんですけど。いや、だからその情報は分かったから、新情報を早く頼むわ。だからまあ要はなんかもう、じゃあすぐ話しますよ。あのデコポンさんはまあスマホ、まあ盗み取ったね120万を使ってスマホを1台契約して、そのスマホ1台でふわっちのサブアカを作って、うん、要はねアモルっていうハンドルネームで、うん、その新しいアカウントを作ったんですよ、うん、その携帯でね、あの契約した携帯で。でそれ、あの女子高生のサムネみたいなのにして、うん、自分若いですよ、可愛いですよみたいな感じのサムネにして、うん、でいろんな配信者にまあ色目使って花火を投げてたんですよ。もうなんか私の彼女ねとか付き合ってとか言って、うん、で、もうごめんなさい、あのまあその情報っていうのは、100% すべてっていう風にはなんか多分伝わらないと思うんですけど、リスナーさんに。で俺、あのアモルっていうアカウントで、あの LINE 教えてって言われたんで、僕あの LINE 教えたんですよ。やっぱり無理だわ、生理的に無理だわ、うん、なんかごめん、なんかね、もうなんかトーク下手、うん、なあ言っただろ、俺に花火投げたんすよみたいな話だったでしょ。びっくりするだろ、ビタビタに合ってたろ。でこれ以上の情報は出てこない、うん、ダメだ、うん、5年やって閲覧3なだけある、うん、5年やって閲覧3は伊達じゃない、うん、わかんないでしょあれが。あの5年間やって閲覧3の生主のトークスキルだよ、やっぱりじゃねえかっていう、うん、絶望的だった、うん、絶望的だった、うん、もう限界がすぐ、もう展開が見えた、予想を全く上回らない、うん、もう付き合い長いからあいつは、うん、まあまあ総括、これ以上情報言おうと思ったんですけどね、大丈夫、お前から出てこない、うん、それだけは信じれる。いろんな信じれないものなんか世の中はびこってるけど、俺はお前から面白いトークが出てくることもないし、リスナーさんがそれは許せないとか、なんかそのない、はいはいはい、コッペすごいねっていう話で終わっちゃうから、ちょっと俺のリスナーに対する侮辱だから、それは、うん、これステッカーです、和道ステッカーです、うん、ネタを腐らす天才だったな、ほんと、うん、安定感が半端じゃなかった、うん、まずその凄腕のトークスキルがあるやつだったら、その凄い情報から言うの、
すごい情報から言えないっていうのがコッペの限界なんだよ。そう、俺らは いきなり大ネタから入るタイプだから私閲覧ゼロです。すぐに配信やめました。和道さんが神に見えます。やめてください。まあいいや、頑張れアゴなし。アデノイド願望、最近コメント少ないから気を使って盛り上げてやろうと思ったけどな。シルバーブランド、あ、わかる、これが、これがこの負け惜しみ。まあいいや、頑張れアゴなし。アスペ、アデノイド、お前最近コメント少ないから気を使って盛り上げてやろうと思ったけどな。シルバーブランド、創作頑張れ。もう何言ってるか全然わかんない、うん、はい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 、バイバイ、うん、障害者で元生ポに閲覧と収入とコメント全部負けてるコッペさん、アドバイスありがとうございます。5年間もやって閲覧さんで、たまに400とか言ったら大炎上して引退しろって言われる、ベテランの配信者の、コッペさん、どうもアドバイスありがとうございます。僕は元生ポで、障害者手帳を保有してますけど、あなたよりも収入が多くて、あなたよりもコメントが多くて、ステッカーも売れて捨て頃に出ることができて本当に幸せです。あなたのアドバイスを、忠実に守って、頑張っていこうと思います。星のコッペさん、あなたはこれから、配信が伸びることもなければ、コメントが走ることもなければ、収入が上がることもないかとは思いますが、どうか、お体だけは気をつけて、また、就職する際に、配信をやめようとかいろいろ考えるかと思います。彼女もできないと思いますが、どうか頑張ってください。私はあなたのことを多分死ぬ時には忘れてしまうかもしれませんが、あなたは私の名前は一生忘れることはないでしょう。星のコッペさん、ありがとうございました。お大事に、残念です。お大事に、はい。まあっていうか、まあまあまあ、ネタはさておき、まあ、言っちゃいけないよな。自己擁護したいとか、俺はね、障害を持ってるけれども、障害を勘違いしないでくれっていうのは、障害者は刑が軽くなるライセンスでもなければ、犯罪を犯した時に言い訳をするライセンスではありません。罪を犯してしまったら償う、刑法を受け入れるしかないです。はい。で、もうそれしかないでしょう。で、本当に許してもらいたいと思ってるんだったら、デコポンがね、まあデコポンの生き方だと思うから、俺が言うことじゃないかもしれないし、ああいう風に言ってくれる人が離れてしまったっていうのは悲しいことだと思うよ。かばってなんでしょ、だからそのさっき罪の話をしたけど、法的に罪は消えるよ。正直言うと法的に罪は消えますよ。でもね、これだけ覚えておいた方がいいよ。人の恨みは一生消えない。法的に罪は消えたとしても、恨みは消えません。はい、以上です。精神理由に無罪になるというのは都市伝説です。ありえません、ありえません、ないです。いや疲れた、皆さんごめんなさい。なんかちょっとね、でも最後までやらないとね。ありがとう、聞いてくれた174名さん、すいません、ちょっと背頃でトレーニング後でバタバタ疲れてたんで、ちょっと今日はお休みさせていただきますね。残り12分で終わりにします。今回の件はこれで、なんかちょっと嫌な思いしたけど、同じ配信者として嫌だなって思うのが、過疎とか生主、大手とか中堅とかどうでもよくて、みんなにもそうなんだし、俺にもまさにそうなんだけど、みんなが見てるっていうことを忘れたらダメよ。いろんな人が見てるっていうことを忘れたらダメ。コメントも、俺傷つくぜ、ここで森さっていうやつが普通にコメント書いてて、他枠行ったらお前和道気持ち悪いっつってさ、なんだこいつとか思ってさ、
ちょっと勘弁してくれよみたいな。気分悪いんだって。コメントは個通でメッセージをしてるわけじゃないんだよ。俺らも見れるんだよ。どれだけ傷つくか。ここの枠でいい顔してて、他の枠でワドを気持ち悪いとか、のんちゃんの悪口言ったりとか、リスナーさんの悪口やめよう。もうディスり合い、罵り合い、恨みつらみ、もうやめましょ、やめましょ。相談は乗るけれど、相談は乗っていくけれど、俺はコメントで何回も傷ついたことあるけど、何回も救ってもらったことあるのよ。いや、言葉選ぶよ。だってね、宮次郎さんね、俺は分かってるの。今この枠を絶対に被害者の方見てるんだよ。もう経験長いから分かるの。こういう癌で戦わなきゃいけない、精神辛いけど気になっちゃうの。被害者の人は。また何か言われてるんじゃないかって。辛いの分かるの。だから言葉にも責任持た、俺だけじゃないんだよ。インターネットで匿名であっても何かを書くっていうのは誰かが見てるから、誰が見ても責任が持てる発言をしないといけないんだよ。みんなに説教しても意味ないけど、俺だな。はい。頑張れ、ね。まあ、ハッピーになることもできるから、もっとうまく使おう。うまく使おう。で、ね、これいつも言ってることなんだけど、そう。今言おうとしたこと、ナインさん。嫌いなものは見るなっていうのがこれなの。少しでも嫌な思いをしたら、僕以外の配信者はブロックしてください。繰り返します。そう、見なければいい、 見たくなかったらブロック、覚えといて。俺以外の配信者はブロックしていいんだよ、みんな。あと俺には花見投げていいんだからね、うん、俺に160万のうち1円も入らなかったってすごくない？120万か、120万花火を2ヶ月で投げ続けたのに、俺のところにはビタ1問も来なかったんだよ。すごいでしょ、才能だよねこれ。どんだけ魅力がないんだっていうね。俺は結構ファンタスティックだと思うけどね、これ。なぜ俺のところに相談来るんだっていうね。びっくりするでしょ。あ、笑えない、すいません、はい。韓流っぽくなった。あー、ツーブロックだからな。ツーブロック、バーバースタイルって言うんだけど、確かに韓国っぽいかもしれない。ありがとうございます。いや、お疲れ様でした。じゃあね。本当に、お疲れ様でした、皆さん。本当、お付き合いいただき、最後まで見ていただきありがとうございました。僕は、明日も、起きたら配信するで、頑張るぜ。みんなで、いい感じになりましょうね。幸せなニュースもくださいね。誰が悪口言ってるとか相談ばっかりじゃなくて、今日、うまい棒が、当たったとか、なんかわかんないけど、ガリガリ君の当たりが出たとか、そういうトツもくださいね。待ってますよ。お疲れだぜ。のんちゃん、コメントさっきからないんだけど、のんちゃん?のんちゃん寝た？俺ね、さっきからびっくりしてるのがね、のんちゃんからコメントがないんだよね。のんちゃん、業務連絡でーす。のりこさん。のりこさん。のりこさん、起きてますか？おつ。はい。おやすみー。いや、それがね、のんちゃんは最近、チャングムの誓い見てるぜ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。